L の今のこうだと、だからここで横に反対行って、頭がこうまっすぐ、まっすぐ、まっこういう L を丸く、ボン上げて打つとかいうのもあるんで、あと、まあ、首相撲っていうのやった時は、みんなヘルボーって言って、肘を伸ばす力が結構、結構使うんで、こうやって揺らして、ボン、ボンやってる時にこっから、ボン内側に当てるっていうこともあるんですけど、サンドバッグの時はね、このアッターフック、アッターフックみたいな形で、肘を前にパン立ち上げて、そこから横から立ち上げて、こういうね、こういう練習。こんな感じです、またやっていきます。